はい、こんにちは、シークレットガーデンのティッティです。皆さんいつも、ご訪問ありがとうございます。さらにね、グッドボタン押してくださる本当に優しい方もいらっしゃって、本当にね自分としてはね、励みになりますね。本当にありがとうございます。できればね、少しずつ少しずつ取りためていって、南アフリカの小型球根をね中心とした、なんていうんですか、図鑑みたいなのをねできればいいなぁなんて思ってるんで、頑張ってね撮りますんで、皆さんもねよかったらワクワクしながら、自分のね、更新をね待ってくださるとありがたいですね。はい、じゃあ早速ねちょっと、種類の紹介いきましょうか。今回紹介するのはですね、バビアナですね。バビアナアンビグアで、輸入してきた、種類です。ごめんなさい、輸入してきたのがね、これちょっと実は名前がね分からなくなったんですね。ロストタグしちゃって分かんなかったんですけど、自分ねこれがともう3年ぐらい前に咲いたのかな。それで一般的なアンビグアかなと思って、アンビグアとして、しかもその当時2タイプ、アンビグアで2タイプ咲いたんですね。それでこれを一応なんていうんですかね、その当時これ赤かったんですよね。今は全然赤くないんですけど、花が赤く咲いて少しこうフリルのある感じの花になったんで、そのもう1タイプのアンビグアとはねちょっと全然違ってたんで、レッドパープルとか言って、名前をちょっとねつけて別に栽培してたんですけど、今ね同じになっちゃいましたね。見てもらえば分かるんですけど、本当にアンビグアライクな花をしてると思うんですね。しかしですね、このアンビグアがクセモノで、最近ねアンビグアなのかどうかがちょっと自分なんていうんですかね、自信がなくなってきたっていうかね。実はムクロナータっていう種類があるんですけども、またムクロナータにそっくりなんですよね。もう草丈もそっくりですし、それから葉っぱなんかも似てますし、それから花もよく似てるし、それから花序っていうんですか、花茎も花の茎なんかもねもう本当によく似てるんですよ。なんでこうムクロナータとアンビグアがなんていうんですかね、どっちなのかで、なんかいろいろと調べてみたら、アンビグアってなんかちっちゃいみたいなんですよね。その現地で、咲いてる分には、5センチぐらいしかないようなちっちゃな、草丈の種類らしいんで、これみんなアンビグアじゃなくて、その、ムクロナータなんじゃないかなと思ってますね。バビアナ自分好きで、大好きで、南アの小型球根の中で、一番どれが好きなのかって言われたら、もう、迷わずバビアナだっていうぐらいバビアナが好きなんですね。でもうある程度は自分の中でねいろいろと知ってるつもりではいるんですけど、なんか知れば知るほど分からなくなってくるっていうかね、もう分からないです正直。例えばバビアナクリスパとか、それからバビアナシヌアタとかっていう、もう特徴的な種類っていうのは、もう一発でわかるんですけど、なんていうんですか、一般的なやつほどわかりづらいっていうか、例えばアンビグアもそうですし、それからバビアナ7も、すごく一般的な種類だと思うんですけど、なんていうんですか、もう7もわからないですね。最近、以前はね、7は別に7だなと思ってたんですけど、最近、もう知れば知るほど、なんかわからなくなってしまうっていうかね、恥ずかしいことに、このアンビグアとした種類も、ちょっとわからない、正直言って。わからないですね。便宜的に、アンビグアで行こうとは思ってるんですけど、で、ムクロナータはムクロナータで、ちょっとね、行こうかなと思ってますけど、正式な学名はね、アンビグアじゃないじゃないかなって、最近では思ってます。それだけ、なんていうんですか、わかりづらいんですけど、逆にね、自分としては、面白いっていうか、だからこそ、バビアナが大好きなのかもしれないですね。うちで咲いた、去年までに咲いてきた種類で、
わからないのがね、もうなんていうんですか、 SP、まあ、バビアナスピシーズとして、まあ、童貞困難だっていうことで自分名前を、まあ、SP としてるんですけど、番号つけ始めてもう11番ぐらいかな、もうみんなわからないし、正直言って本当に申し訳ないですけど、わからないですね。なんでね、だからこそ面白いのかもしれないです。自分はわからないのが好きなのかもしれないですね。はいはい。まあでもね、あ、ごめんなさいね、ちょっと全然種類の話しなかったな。まあ見てもらえばわかると思いますけど、まあなんていうんですか、あのバビアナらしい、あの花弁、あの下の弁、あの左右の弁にこうブローチを持ってて、こうバビアナらしいバビアナだと思いますね。あの青い、そうですね、青紫色って言えばいいのかな、を基調としてすごく綺麗だ、種類だと思います。栽培もね非常に簡単で、あのバビアナってもうほとんどどんな種類でもね簡単に作れると思います。本当に簡単ですね。種を発種して3年ぐらいでね、すくすくと成長して花を咲かせてくれるし、さらにね年を追うごとにねたくさん花をつけてくれるんですね。まあ、球根が肥大化して大きくなるんで、それに比例して花つきも良くなってくるんですよ。それでもう毎年ね若干ずつ違った顔を見せてくれるし、本当にねすごくいい種類だと思いますね、バビアナって。ただね、まあ、若干ね人気がないんじゃないかなと思うんですよねうん、でもね本当に魅力的な種類だと思います。いろんなシーンで活躍できる種類だと思うんで、もうぜひね皆さんに栽培してもらいたいです。もしかしたらねこれねちょっとかわいそうなんですけど、水耕栽培でもいけんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ来年あたりねちょっと水耕栽培も、水耕栽培って言うんですか、 水差しって言うんですか、ほらよくクロカスとかやる、 なんて言うんでしたっけ、水耕栽培あんなのでもねいけるんじゃないかなと思うんですよね。ですのでちょっと可愛らしいね小瓶にこう水を入れて、で球根入れてバビアナを咲かせるみたいな、そういう楽しみもねもしかしたらできるんじゃないかななんて思うんで、自分もね実験的にいろいろなこうシーンで活躍できるようにねバビアナたちがいろいろとやってみたいなと思ってますね。それぐらい栽培は簡単ですね。ぜひね美しい種類なんで、皆さんもねお手元にとって可愛がっていただければね本当にありがたいなと思います。はい、ちょっと今日長くなっちゃいましたけどね、バビアナ、アンビグアの紹介でした。また別の動画でお会いできることを楽しみに待ってます。それじゃあバイバイ。